てさてどうしようかな。かかってこいよ。強気だ。うん、ちょっと今回はいいかもしれない。いいかもしれない。そんな喋り方してねえよ。いいかもしれない。いいかもしれない。かなかなが言うと可愛いの。いいかもしれない。かなえさんは許される。まあね。いいかもしれない。可愛いからね。じゃないか。あれ？あれおかしいな。だってあ、ホラネさんには直接言ったことないですけど、え、私デビュー前、カナエさんがデビューするっていう頃に、はい、もうオーディションとか受けてて、はいはいはい、デビューするって決まってたんですけど、はいはいはい、その頃に受けたのかな。で、僕は2期組で受けてます。ちなみにで、カナエさんデビューしたじゃないですか、はいはいはい、ゲーマーズとしてボンです。でその時にでもオーディション受けてデビューするってなってる時に、はい、待ってる間にかなえさんの配信とかをずっと見てて、うわ大好きじゃん。そうだから彼女彼氏だった。サインぐらいならそう書きますよ。サインぐらい本当ですか。書きますよ全然。なんで喜んでんだよ。喜ぶでしょだって。わかんねえ。ごめんな軍道。私もサインくださいかなえさん。まあ、サインぐらいなら。ありがとうございます。サインぐらいなら。